ましたが、そろそろお時間が近づいてきました。せっかくですから、はい、先ほどお二方がいらっしゃいましたよね、はい、先輩ライダーと後輩ライダーとお呼びしたいんですよ。はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、じゃあ、早見さんと姿さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早見さんとは僕がやってる時、スカイラダーの時ゲストに出ていただいて、僕は非常にこう思い出深いことで、で川のほとりの岩場でこう2人が久しぶりに会うシーンなんですね。その時にスチール写真でバランスが合わないんで、ちょっと高いところ、岩場の高いところに早見さん乗ってください。で2人で写真、そしたら、気づかったんだよ、ね、そしたら、なんかそばで、いや屈辱だなっていう声が、ね、非常に印象的に残ってるんですけどね。いや、かっこいいから、ね、それで一緒に並ぶと全然、僕の方が低いから、キャメラマンがね、ちょっと高いところに立たせてくれたのね。まあ、十分かっこいいですよ、ね、で、姿さんはですね、仮面ライダー、僕の次の仮面ライダーのオーディションの時に応募してるんで、最終審査に残ってるんですね。で、最終審査、お二人、僕の後の仮面ライダーですね。で、高杉さんですね。高杉さんと姿さんが最終審査、二人残ってまして。パネルの間に入っていただいてもよろしいですか？パネルの間、すいません。どこですか？一応コロナ対策で、ね、はい、今の位置から一歩ずつ後ろになって、はい、ありがとうございます。ちょっと一応ね、このご時世なので、はい、ありがとうございます、はい、失礼しました。どこまで話してましたっけ？それで、僕の次の仮面ライダーを、選ぶ時に最終審査、その高杉さんと姿さん2人残ったんですね。で、その、最後の2人のオーディション風景、僕はメイク室っていうのはちょっと高いところにあるんですけども、そこで見てたんです。で、最後、沖克也って言うんですね、次のライダーの名前が。で、なんかいろいろ見えを切って、俺は沖克也だっていう、まあ、高杉さんが一発目やったんです。で、二発目が姿さん。見えを切って、俺は沖雅也だっていうんです。沖雅也って、まだ生きてらっしゃるんです。それはちょっと違うんじゃないか。でも、その時に、終わった時に、立石の岡田さんっていう人が僕のそばに来て、どっちを割った主役っていうわけですよ。で、僕の口からそんなの言えないんですよ。だってそれが影響されると困るんで、いや両方いいんじゃないですかって言ったら、岡田さんが右側のさ、彼さ、姿さん、右側の彼、藤岡にちょっと似すぎてるよなって言われてですよ。で、そうですかね。まあ、今初めて言いますけど、僕はどちらかっていうと姿さんの方がいいかなと思ったんですけど、ただ僕はその時ちょっと喋れる立場っていうか、ちょっと影響が出たら嫌だなと思って黙ってたんですけどね。で、結果的に高杉さんが次のライダーになって、その後のライダーを姿さんがやったんです。で、その後も、八丁堀のシーンとかね、ゲストで出ていただいたりとか、1年に1回の平木さん呼んでいただいて、いや、そうなんです。オーディションの時のことを覚えてますか？村上さんが見始めたことですとか。いや、もうえらい時代劇場で芝居臭かった。ちょっと笑われたんじゃないかなと思って。いや、そんなことないですよ。名前だけ間違わないのにすれば、もう僕はもう最高だと思いますね。その時のなんかオーディション風景が、平山さんが持ってるんですよ、ヘルムを、はい、それで前に見せて、荒木さんの店で見せてもらうと思いまして、はい、
見たいなと思って見たんですか、それともちょっと平野先生があの、その亡くなる前にあの全員の仮面ライダーとあの会いたいって言ってもう病気にならなくて、それで、僕とも会いたいということで荒木さんのお店で、それでそのオーディションフィギュアを見させていただいたんです。そうだったんですね。はい、昭和ライダーの集まりっていうのがありまして、あとその前ですかね、昭和ライダーが全員集合したんですよ。でその時に僕はちょっとドラマをやっててできなくて、出席できなくてビデオ撮影したんですけど、ちょうどあの1号からずっと真っ白さんのですが、あと彼、ブラックのまあ製造部で、ね、僕だけ抜けてて、でまあその深夜いろいろこう撮影しながら、あ今頃みんな集まってやってるのかなと思ったりしながら撮影してましたね。早見さんは X が終わった後もいろんな映画に出演されたかと思いますが、その仮面ライダー先輩ライダーとして出演した時のエピソードだったり思い出とかありますか？村上さんについて、あではなくても大丈夫なんですけども、こう、うん、2人と一緒に共演した時のエピソードでも大丈夫ですし、ね、やっぱり村上さんとやった時ね、やっぱりね、おまたスターライダーが入ってきたっていう印象はありましたよね。バタッとったんですよ。すごく爽やかで、で礼儀も正しいし、ただ大変だったろうなと。仮面ライダーと男の世界ですから、何しろ容赦しないですから、経験のある僕たちでさえ本当に現場に入ってから戸惑うこといっぱいあったんですけど、だからね、やりながらね、でもあの子はもう結構慣れてた頃かな、ね、そうですね、早見、ね、さんがまあいらっしゃる頃っていうのは、うん、多分まあ最後の宮内さんとか、うんうん、いろんな方がこう、うん、来てる時で、うん、佐々木さんとか、うん、だから、まあ、中盤以降ですよね、うんうん、でもやっぱり経験が僕らあるから、なんつったって根性の悪い世界ですから青の剣を借りというのはもう男同士かまして喧嘩のあれできますから、だから最初はね、僕はね、村上さん大変だったろうなとは思ってました。そうですか、ね、でもこう途中からね、割と、うん、まあ皆さん優しくしていただいて、うん、優しくしてっていうか、うん、やっぱり真っ青な状態で、ねうん、やったわけで、うん、もう全部こうスポンジのような感じで、うん、そういう収集してたわけですから、うん、だから皆さんにとってはもう親心っていうんですかね、うん、まあ子供を育てるっていう感じだったと思うんですね、うんうん、それは伊達氏の方がよく言ってましたよね。もう本当なんか一体化してやってたっていうのは言ってましたよ、ね、よく言われたのはね、うん、27話か37話目に、うん、だいたい他の仮面ライダーの人は皆さんこれぐらいのレベル、まあ、お芝居のレベルですね、このぐらいのレベルで入ってくるんだよ、第1話のね。村上さんはだから27話か37話でようやくみんな仮面ライダーの先輩女子たちの第1話のレベルにようやくたどり着けたかどうかなんだよっていうことを言われました。厳しいことも、いや厳しいっていうか、まあ本当のことです、僕もそう思ってました、うんうん、まあだから正直に言ってくれるそういう仲だったんで、それはありがたかったですね。そうですね、信頼関係あってのこそことですもんね、はいはい、逆に別に褒め言葉なんも言いませんから、実際こういいかどうかっていうのは見てる方々が評価するわけで、僕は正直に言ってもらった方がありがたいです。でそういったスタッフの方々も大野研究会の方々も皆さんそういう正直に言ってくれる方だったので、僕も非常に信頼できる方々でした、ね、ありがとうございます。綱田さんも何かスタッフの方から言われて印象に残ってるなっていう人はありますか？いやないんですけど、ちょっと一番ちょっと思い出に残ってるのは平野さんと高橋一春先生と柏と宝塚の遊園地イベントに行った時に、やっぱりそののは一番なんか思い出に残ってるなっていうか、はい、いろんなね、本当にイベントですとか当時はすごくいっぱいご活躍ご活動されてたかと思うんですけど、ジクロスの映画の時にX ライダー、そしてスカイライダーの先輩
芝居映画お年ですか、はい、あ僕が共演してないですよ。あ、そうですよね。そうか、そうですね、失礼しました。なんか3人でこうお会いしたりとかする機会とかありましたか、ね、あんまりこういうイベントとかですか。いや、その全員集合の時が、その亡くなった山内先輩が東映の先輩だったんですから、よく知っていただいて、僕らの人はそうでもなかったんですけど、はい。ということです。はい、平山さんは非常に面倒見のいい方でしたね。そうですね。はい、だ僕もいろいろ散々こう最初はきついこと言われて、で押し込んでると、もう本当に、まあ、先ほどハイムさんが言われたように、そういう現場っていうのは、もう40年前ですからね、もう本当にこう、情け容赦ない言葉がボン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 罵声のようにこう浴びせられるわけですよ。で落ち込んでいると、その平山さんお亡くなりになりましたけども、いろんなところにこうレストランとかなんかに連れて行っていただいて、でいろいろ流されてくれたりとかね、でいろんなお話を聞いてくれたりとか、非常に面倒見のいい人でして、はい、その宝塚に行く電車内のその写真撮影とかイベントに参加してもノーギャラなんですよ。1年間ギャラもらうとこないんですけど、でそのことをその平山さんに電車の中で言ったら、高橋の会社と言ったら、平山さんが財布の中から3万円出してまあ、3万円ぐらいしか入ってなかったんですけど、でもその3万円を全部出して、それで僕にくれたんですね。取っとけよと。まあ、それは使わずにまだ持ってるんですけど、貴重なエピソードをありがとうございます。本当に温かいスタッフの方々と皆さんとで作られた仮面ライダー作品だったんだなということがよく分かりました。本当に今日は貴重なお話をいただけて、まだまだ聞きたいところなんですが、お時間もそろそろ迫ってきましたので、最後に一言ずつファンの皆様にご挨拶をいただければと思います。それでは早見さんからお願いできますか。はい、私たちが昭和の初期に昭和の初期ってことはないな、昭和ライダーやってる時に、まさか仮面ライダーがここまで続くとは思ってなかったんですよね。だからもう我々の世代からすると、見てた人の孫の世代になってるんですよね。それで、まあ、数多くのスターが、ね、生まれてます、仮面ライダーから。多分ね、なんかまだまだ続くんじゃないかと思うんですよ、仮面ライダーは。だから何十年、村上さん40年ね、私40年ですね。まだ仮面だったって言われるんだもんね。不思議だよね、これね。まあ、50年ですから、50年目ですから、ね、そうですよね。だから、まあ僕らこういうね、催し物にはもう足が動く限り出てこようと思いますんで、どうぞ皆様も仮面ライダー末永く応援していただきたいと思います。ゼクロスは本当にたったの1回だけ特番でやった仮面ライダーなんですけど、それもその何十年もね、今までその仮面ライダーの その仲間に入れていただいて、これは NHK は見たんですけど、ゼクロスはスルーしてましたけど、でもその皆さんがその要するに村枝さんのスピリットでね、ゼクロスのことをメインに書いてくださったりして、それで今までその仲間に入れていただいたことに本当に感謝しています。それで平脇さんも京都でね、立ち回りから何か教えていただいて、すごいお上手じゃない。いやいや、教えてないですよ。いやいや、教えていただいて上手ですよ。作品僕はおべっか言いませんから。いやいや、呼んでいただいて、本当それもなんか最初に声かけられたゼクロスって言って、村上さんから声かけていただいて、本当になんか仮面ライダーっていうのは本当に自分にとってベースになったりして、本当に感謝しています。ありがとうございます。では平上さん、よろしくお願いします。はい、私の息子2人いるんですけれども、息子が年中年少の頃、当時の私の仮面ライダーの映像を見て、非常にまあ一時私を尊敬の眼差しで見てくれたことがあるんですね。まあ、もちろん大きくなって小学校に入ってからは、まあ、それがお仕事でやってるっていうことは分かるわけですけれども、
それがもうどこかに心の奥底にそういったものがあると思うんですね。で、仮面ライダーを見ていらっしゃるお子さんたちも皆さんこうそういった思いで弱い人や困った人を助ける、まあ世の中のためになるっていうね、そういったことを子どもたちの心に植え付けられるような気がするんですよね。僕はそういった意味では非常に子どもの頃の思い出っていうのは非常に尊いものだと思うし、それをずっとこう大人になっても社会になっても、それがこう例えばよからぬ道に踏み出そうとした時のこの抑止力っていうか抑える力になると思うんですね。そういった意味では仮面ライダーっていうのは子どもたちにとって心を育てるその役割を担ってるんじゃないかっていう、僕はそういうふうに信じています。で、仮面ライダーはこれからもどんどん続いていってほしいなと思いますし、私も還暦を過ぎた筑波博士、果たして変身はできるのかっていうものをぜひかけたらいいなというふうに願っています。以上です。ありがとうございます。それでは最後に村上さんより告知をお願いしたいと思います。はい、中田秀夫監督の映画嘘喰いが来年2022年2月11日に全国公開されます。で、これは坂戸志夫さん原作の、まあ、ギャンブル漫画なんですけれども、これは安土桃山信長の頃からずっとこう未だに続いている秘密結社みたいなところで、そこで命を懸けてギャンブルをするんですね。で、そこに天才ギャンブラーたちがこう集まって、私はそこの立ち会い人として最強の立ち会い人、ヤコウ彦一という役を演じています。で、アクションもありますし、仮面ライダーからこう培ったアクションの、まあ、集大成ともいえるアクションを行ったつもりですので、ぜひご期待ください。ありがとうございます。ところでちょっと本当に恐縮なんですけれども、私もファンの皆さんもどうしても諦めきれないので、村上さんスカイライダー変身していただけませんか。よろしいですか。さあ、私準備をお願いします。よかった。そうゆっくりご観覧ください。ありがとうございました。以上をもちましてレジェンド昭和ライダーオンラインイベントを終了させていただきます。この後は日比谷会場にて仮面ライダー8人ライダー対銀河王の無料上映が行われます。第34回東京国際映画祭では仮面ライダー 50th 仮面ライダーアニバーサリー in TIFF としてさまざまな特集上演イベントを行ってまいります。この後もどうぞお楽しみに。それでは本日ご視聴誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。しばらくお待ちください。それでは3方向
でお写真を撮らせていただくんですが、まず向かって左側から行きましょうか。ちょっとずれてますね。少し、もう少し、はい、あのゆっとしましょうか。あのパネルに3人収まる方がいいですね。はい、パネル、はい、パネルの間に3名様収まっていただく感じで。そうですね。はい、では左側の方からお撮影お願いいたします。でしょうか。大丈夫ですか。変身ポーズもすみません、お願いできますか。センターでよろしいですか。はい、あ、大丈夫ですか。あ、村上さんも変身のポーズをしていただきたいとオーダーがそうですが、よろしいですか。では、ミュージックセッション終了とさせていただきます。ありがとうございました。Tokyo Borderless TV